これ。お付き合いいただきありがとうございます。おもチャンネルです。さあ今年はカーズ3が始まったということで、通常のトミカもそうなんですけども、かなりのね数のマックがね登場しましたね。いや今回はね手持ちの分全部並べてみたんですが、ほんと素晴らしい。で今回はですね、単体で紹介したいものございまして、まずはねそれから見て、あとね残りちょっとねおさらいしたいと思います。さあではね見ていきましょう。今回紹介したいのはこのマックですね。はい、新しくね発売された分なんですけど、こちらねトミカコレクションの、はい、Mac の RRC タイプです。今年最後のトミカコレクションの Mac だと思います。さあではねちょっとじっくり見てみたいと思いますね。まずねボディ全体的なね RRC タイプということで、もうキンキラキンになってますね。かっこいいです。ボディカラー自体はこのね RRC タイプの McQueen とね同じようなカラーになってますね。なので今回のねマックはこのコンビでね遊ぶとね楽しいと思います。で大きさ自体はこれまでにね登場したマックね、カーズ3タイプが以前にね2種類出てるんですが、この3つはね同じ大きさ、多分ね元の形自体もね同じ型だと思います。一応ねちょっと軽くね表情を見比べてみましょう。
はい、こうしてね見比べてみると実はね目つきは全く同じですね。口の形も全く同じです。違うところで言えばそのねボディカラーとあとねこの帽子とかのデザインですよね。まあこの違いでねかなりねマックね印象変わってくるんですが、一応ね真ん中ねあの変装してるつもりみたいなんですけども、もうバレバレですよね。まあ映画のネタバレになるんでこれ以上あまり突っ込まないんですが、今回の中でね僕が一番好きなマックはこれです。もうめちゃめちゃね可愛いですよね。このデザインがたまりません。まあまあちょっと話ずれちゃいましたがね、一応ねこちらに戻りましょう。今回の主役はこちらなんで、で横から見るとこんな感じになっていて、大きくねラスティーズ95という文字が書いてありますね。で後ろの面はこんな感じで、こちらにはね RRC のロゴが書いてあって、で他のね Mac と同じように後ろの部分が開くようになってます。ここにはねカーズトミカ1台収納できるようになってますね。で反対側行ってみると、こちらのデザインもラスティーズ95というデザインになってます。でくるっと回って上から見るとこんな感じになっていて、そこはこうなってますね。で他のマックでもそうなんですけども、一応ねこの部分をポコッと引っ張ってあげると、よいしょっと、はい、こんな感じでトレーラー部分と本体とね分割することができるようになってますね。これはあの他のタイプとね一応ねつなげることもできるんで、いろいろね試して遊んでみるのもいいと思います。で単体で見るマックはこんな感じなんですが、この姿ね僕ね結構好きなんですよ。とても可愛いですよね。マックはね本当にもうなんかね愛嬌のある顔をしていて、ほんと大好きなキャラクターです。で今回ね新しく発売されたトミカコレクションの RRC タイプのマックはこんな感じですね。それ以外に今年出たのは今ね先ほど見たこちらのね他のタイプ2台と、あと違うマックとしてこのね左から参りましょう。こちらはトミカではないんですけども、ガチャガチャのマックでハイパーマックですね。まあちょっと今ねこんな状態なんですが、分割させてそれぞれ元通りにすると、はい、こんな感じで通常のタイプと RRC タイプのね2種類が登場しました。全部で5種ずつのねラインナップなんですけども、これが結構ね揃えるの難しいんで、今回僕ね両方ともねコンプリート買いしましたね。まあいろんなねつなぎ方ができるんで、とてもね楽しいマックになっていて、で2台の部分でねこんな感じでそれぞれよいしょとキャラクターがね収納できるようになっていて、あとねそれぞれの車両はシューターがついていて、こんな感じで、よいしょ、めちゃくちゃ速いね、相変わらず。すごくね、速い走行遊びがね、できるようにもなってます。これはね、なかなか本当楽しいガチャガチャになってたと思いますね。で、それ以外にも映画のね、始まったぐらいかな、発売されたこのタイプの Mac。これはね、割とね、サイズ的にはね、大きい Mac なんですが、後ろの部分が整備工場にね、連携するようになっていて、で、はい、こんな感じの工場ですね。トミカが1台乗って回転する回転台と、あとねこの部分が車体を持ち上げて、多分ねいろいろ底の部分とかね整備するような構造になってます。でそれ以外にここの部分にねトミカをね上段が2台で下段が2台と4台ね止めることもできるようになってるんで、なかなかね楽しめるマックになってました。これはね遊ぶといった面では一番ねおすすめのマックかもしれません。でラストにこのよいしょ一番大きいマックです。いやもう本当ねあのこのマックは本当にすごくて、迫力はねとにかくあるんですけど、なんといってももう本当ねこの後ろの荷台です。ここにあの両面ねこんな感じでパカンとねトミカが収納できるスペースがあって、12台合計ね24台収納することができるようになってます。まあ、今年の夏ねあのすごくねこのマックを使った動画がね僕の中でヒット作になったんで、めちゃくちゃね思い入れのあるマックでもあるんですけど、いやーいつ見てもね本当にこのマックは可愛い、そしてかっこいい。これはねあのカーズトミカをねコレクションして遊んでいるねお子さんとかに結構ねおすすめのマックになってますね。いや本当あのカーズトミカをね集めておられるとかね、本当もうめちゃくちゃおすすめしたいマックになってます。全部ねギュッと詰めるとね本当に気持ちいいんで、ぜひねこちら買った方はねやってみてください。
はい、ということで今回はトミカコレクションでね、新しい Mac RRC タイプが発売されたんで、多分小さいお子様がね喜ばれるような遊び化をしてからこちらを紹介して、多分お子様とかで喜んでいただける遊び化をしながらこちらをね紹介して、あとね今年発売されたその他のね Mac を軽くざっと粗めですけどもおさらいしてみました。さあさあ、いかがだったでしょうか。皆さんはねどんな Mac をねお持ちですかね。本当ねどれもね素敵な Mac なんで、皆さんねぜひお気に入りの Mac を1台見つけてください。ということでね、今回はこの辺りで、おもチャンネルなたるでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あと Twitter インスタもやってるんで、そちらのフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。さあではね、今年も残り少ないですが、本年も最後までよろしくお願いいたします。ではではまたお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら、バイバイ。